玉与道大橋玉、与道大橋は、埼玉県大里郡より町桜沢と、道町保田原の間にかかり、荒川を渡る国道254号の道路橋である。埼玉県が管轄する荒川の最下流にかかる一般道路の橋である。また、埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。橋は、荒川河口からロメートルの地点に、 位置する橋町225.2メートル、福音13.80メートル、有効福音12.0メートル、最大島町62.5メートルの4景間、PC 連続箱ギた橋である。歩道は、福音2.0メートルで上流側及び下流側に設置されている。橋面の横断面がパラボラ状になっており、車道側は1.5%、 歩道側は2%の横断勾配が付けられている。株口は逆 T 式直接基礎橋台と重力式直接基礎兄お及び逆 T 式直接基礎橋脚を組み合わせている。師匠における水平反力が大きいことから橋台に水平靴を設置して変異吸収構造としている。橋は両岸が可視段球になっていて右岸側と 左岸側の断球面を直接結んでいる。玉与道大橋を北に進むとすぐに、国道1 4 5号バイパスに合流する。この橋が架けられる以前、国道254号は、より町の市街地を経由していて、現在の埼玉県道30号反応より線で、荒川に架か,かる正義橋を渡り、埼玉県道296号、菅谷より線で北進し、 秩父鉄道秩父本線と八甲線を越えた先で、県道に至っていた。このため、市街地が渋滞し、その解消を目的に、国道254号のバイパス整備事業の一環として1979年に建設され、1980年に開通された橋である。橋種の剪定は、継承地である玉淀に近いこともあって、 景観と経済性の両面が考慮され、周囲が可視段級で両岸が稼働に比べ高いことなどから、埼玉県としては、初の移動式作業者による型持ち張り出し、仮設工法を用いて仮設された。2004年度、埼玉県が事業主体となり、橋桁に落橋防止装置の設置や橋脚にコンクリート。2006年度、橋の定期点検が実施された。玉橋より、 下流方向を望む。付近の荒川は、貸し岸球の段球崖が上流に行くに従い、次第に荒川の両岸に迫るような地形となっている。堤防などの河川施設は周囲にない。玉与道橋から埼玉川の博物館前にかけての右岸川の河川敷は、川瀬見河原野と呼ばれ、キャンプ場などのレクレーション施設として利用されている。左岸川は、 熊谷方のバイパス周辺にロードサイド店舗が存在している。ありがとうございます。